ウトトトが来て来て。ウトトトト。何やウトトトって。おっそすー。夜回り三続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。ということで今この辺におります。学校に向かってたのに気づいたら水門、棚田、水路どんどん奥の方まで来てしまっております。このままこっちの方に行く感じで多分いいと思うんですけど、赤ちゃんの霊がね、出てきてるんですよね。門の思い出、これが多分進んでってる感じやもんね。あのかかしさんは何を伝えたかったんだろう。子守石に顔が浮かんできた。赤ちゃんの泣き声が聞こえる。ってことで、赤ちゃんを何やら、成仏させるような方向になるんかな。どうなんでしょう。あ、なに、え、あ、あ、どんどん声が低くなっていってるよ。キーが下がっていってるよ。赤ちゃんなの？あ、怖い。こっち行ったらもう一回声高くなる？声高なった。で、こっち行ったらどんどんキーが下がってって。開けます。何よ、急にドーンとかやめてよ。夜回り系はでもドン系が多いからね。うっ、何揺れ、うわ、橋やで。絶対子供の来るところじゃないよ。あ、またかかし。うっ、あー、あー、やばい。おい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 、かかしさん。あ、あ、いっぱい。あ、逃げんのかい？ちょ、うっ、はっ、ほら、かかし、うい、で、どいて、あ、あかんのかい？どいてくれへんかったで。ってことは、こっちやな。あ、あのかかしを、台座のところに、はい、大丈夫、はい、グー、はい、持って、うっ、危ねえ、持ってこっちやな、避けて、危ない。セーフ。ここで、ほら、あ、壊されてますよ。帰れ、おぶね、帰れんくなった。こ、ああ、危ない。いや、グーグーとパー、うちうち、危な、うん、うん、はい、グーグーおもろい、はい、パーで、あ、ここで、危な、危な、危な、ちょ、ちょ、危ね、
あ、どうかいた、どうかいた。ボス戦やんけ。おお、くる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 。こっち。はいバイバイ。おい、いや、それは危な。打ち合い。そう。それはよけれませんよ。ああ、待って。とりあえず、こいつ、危な。触る、うう。触るだけでもアウトよな。毎回微妙にタイミング違うくない？はいはい。ああ、言うとります。で、おい、危ない。ラッシュやないか。こっち。あ、はい、行く。で、ここで赤ちゃんが来て、はいはい、ベイビーパート。危な。ギリギリ。これ目つぶっててもあかんのよな、多分。どうなんやろ。あ、来た。これで、いやでもこっちって、いや、ギリのチョン。あっぷな。こんな感じでいいんかな。目は、かかし。どっちに倒れるそれ。あ、そっち行ったか。あっぷね。いや、ちょっと。ああ。もう、手がどっちに倒れるかがちょっとわからなくなってきた。もう生かして。お願いします。あ、赤ちゃん。くんな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 。バカバカバカ。バカ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 。どけどけどけ。結構シビア。ギリギリ狙ってきよんな、おい。あ、ここ。はい。で、まだ目つぶったら、なんかいけそうな気がせんでもないんやけど。何それ。ふんふんふんか。ふんふんパートは、ふんふんパートはこっち。でも、あ、光に弱いんか、お前。バカめ。私の勝ちだ。ほら、光にお前は弱いと見た。そのまま後ろに下がって下がって、物理的にちゃんと落ちないようになってるのね。いる。あ、なるほど、ここであれか、お尻。お尻にライト。そうかそうか、こうやってこっちライト向きながらっていうのをちゃんとやれば。あ、ちょっと、あっぷんな。あったね、こっち向きながら固定するやつが。あぶな。ありましたね。いける。あぶねー。さよなら。グーは大丈夫。ちょっと長い長いぞここ。あ、マジ一回ちょっと、おいおいおい、はっ、ほら、ライト、ライト攻撃、ライト攻撃をしっかり当てて、結構むずいことさせんな。手持って、はいはい、来た。はい、バカ。おい、どこまで続くのこれ。あ、また来た。あ、はい大丈夫。はい大丈夫。お、こっちこっちこっち。オッケー。もうケツばっか向けて。それはどっちだい、え、どっちだい。うん、来んな。リトルナイトメアでもこんなんあったな。
うどど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 ここは？あ、止められて子供来るとこか。大丈夫。で、少し待ったら消える。頑張れ。は、で、こっからうとととうとととパートが先。あ、まだこれか。はい。あ、あはああ、じゃあこっち。よし。OK。で、赤ちゃん来たよね。後ろから来て、で、ウトトトが来たから、ウトトト、来な。トトトが来て来て。うと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 。何やうとととって。危ねえ。もうやめて。あ、うとうとと。真ん中開いといた方がいい。あ、音してる。うとととの、うとととの音。あ、こっち。いや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 、スタミナか。なくなっちゃう。怖っ。どっち。うっつ。持ってていいんかこれ。あ、まだよれ。で、いや来んな。マジか。行った行った行った。あはっ。よし、これで二人とも向こうに、おい、押し合って、うるうる、今、はいはいはい、行ったっしょ。あーあ、あは、結局カカシはお、お、守ってくれてたってことでいいんかな。でも子守石を崩してたんだよね。で、奥には何が、むしろここで何を思い出そうとしてんや。あ、ドア。行きまーす。ん、扉の隙間から風が吹いてる。お、外や。出る。ん、また奥の方来てるね。はいはいはい、こっち。何かある。あ、お墓。誰の。あ、お花ここで使うんか。拾ってなかったらとんでもないことになってた。眺めて。お、あ、あったぞ、このなんかもや。思い出し系じゃんこれ。ん？
何？これは透明なビー玉。めっちゃでかかったで。私このビー玉越しに夕日を見たことがある。うん、そうだ、これは昔私が持ってたもの。うん、どうして忘れてしまったんだろう。夕日の眩しさを思い出した。あ、見んのか今。透明なビー玉、思い出を。はい。こんな奥まで来て、ビー玉で思い出すやつ。あ、麦。んー、ほら、やめ。どうした？ここどこや？麦大丈夫だった？ふしゃー言ってたもんな。んー、待って。んー、ああのハイビルちゃん、麦入っていっちゃった。んー、ここってずっと使われていない古いビルだよね。ハイビルって確か地図に書いてた気がするよ。あんまり入りたくないけど。うん、連れ戻さないと。そうやな。すごいね。ん？麦はどこまで行っちゃったんだろう。明るなってるやん。もっと先夜っぽかったのに。帰ろう。あ、麦はこっちにはいなかった。これ今、思い出しの最中よね、まだ。あ。なんじゃ。こんにちは。あ、こっからあれか？あっちの世界に行っちゃうのか？あ、いるやん。左側。あのお姉さんじゃん。とう。ん？え？あ、写真撮ってんのか？こんなところに誰かいる。麦はむしろ、あ、どうした？なんやその感じ。かまってちゃん。そしていなくなってる。あれ？今の人は？ん？なんか羽みたいなの折ってない？ああ。なんやさっきから。こっち来いってか？ん？ここまで含めて思い出し？あ、思い出してたんや。思い出した。私は麦を追ってあのビルに入って、それで私はあのお姉さんを知っているはず。でもなんだか変だ。私はあの時声をかけなかったんだ。ん？もっとちゃんと思い出さなきゃ。一度、お家へ帰ろう。セーブ。遠いよ、お家。あ、もう帰ってきてくれた。あ？ちょっと休んでいこうか。いや、いい、大丈夫、大丈夫。ここでしか思い出しできひんかったよな、確か。でも、ん？全部見たで。でも稲の束見たらなんか変わったりとかする。あの門のやつやろこれだって。
誰かが呼んでたんじゃなかった？影っぽいのが確か、うん、ちょっぴり見えて、うん、あれがビー玉やったってこと？どうしたらいいの？やること、学校に行くってことでいいんかな。門の思い出はでも見つけたってなってんもんな。水路の先の高台で見つけたよ。地下で凍える赤ちゃんたちの悲しそうな姿を見て、うちのことを思い出した。結局赤ちゃんのは何やったん？花丸ついてるからこっちオッケーってことでいいんかな。次こそやっぱ学校に行かなあかんってことなんじゃないの？あ、麦。うん。どこにいたお前。うんはん。よし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 。麦。呪いって一体何だろう？めっちゃ家出てくやん、麦。全然懐いてないんじゃん。もし朝までに呪いを解くことができなかったらどうなっちゃうんだろう。はあ、お化けみたいに夜の街をうろうろすることになったりするのかな。ああ、もうずっとってこと？急がなきゃ。そうやな、時間一応まだでも12時前やね。時間の経過が後々響いてきたりとかすんのかな。なんか今さっき出たハテナはなんや、これのやつがあんなに遠くまで来てる感じ。出まーす。どうも。今度こそ学校に行かなきゃって思ってはいるんですけど、おうちに星マークがついてるのは別に関係ないよね。お地蔵さん、これでファーストトラベル、別のお地蔵さんまで。うん。廃ビル、水門。あ、飛べるやつ結構限られてんのか。やから、飛べないお地蔵さんもいるってことやね。おそらく。あ、10円拾えない。もうもはや10円は定期的に持ってるのな。石ころも。そういえば石ころの使い方俺全然まだ分かってねえわ。ほれ。うん。紙飛行機。うちょ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 。目つぶる。やだ。やだやだ。助けてー。はい。この野郎。この野郎、この野郎。急に出てきやがって。ん？こっち行って学校の方に来てえけど。ああ、ほう。やめてー。これは？石。石ころ多いな。いっぱい出てくる。この辺。通ったことないとこか、まだ。
さっ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 さ、あ、あ、犬心、いや猫心か、おこ待て待て待て、追い詰めてやる、うれ、あ、七色ボールペン拾った、これは今猫に触ったんじゃなくて横にあった落ちてるやつを拾っただけ。七つの色を使い分けれる最強のボールペン、赤と黒のインクは空なのに他のインクは減ってない、わかる、あるよね使う機会限られるからね。うん、で俺は学校にもともと行こうとしてて、気づいたらあっちの山の方行ってたよなおかしいな、今度こそ学校に行きてえんですけど、あ、黒猫、うら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 、追い詰めた、うら、白が見てる、めっちゃ見てるやん、ごめんな、今度こそ学校行くから、またな、おいちょいちょい、何回も出てくんのかよお前完全油断してたわ。で、いるなぁ、ほれ、あんま意味なくない、石投げてみたけど、あーあっち行って、でここになんか落ちてた、あ、石かい、これはあと事故、このままこっち行くか、幽霊いなさそうやし、お化けやめて、いる、こんなところに張り紙、むむ、むんちゃは求む情報提供、女の子が不審者によって喉を切られる事件がありました、目撃者は以下の電話番号へって書いてある、喉切り、怖い怖い怖いよ、横通らして、めっちゃ来るめっちゃ来る、いや来る来る来る、通れる、え、通れるそれ、おーおーおー、通れへんやんけ帰ってきた大変だな、アイステル来る、出てきた、やめて、スタミナがね、これでさっきはここ俺左行ったやんな多分な、このままこっち、どうせあれ石ころかなんかでしょ、うんふん、で、まあとりあえず学校の方向かわなしゃあないから、あー、あのナイフみたいなの持ってるやついるんじゃん、あ、待った、あれ、ここに来たんか俺、じゃあさっき、あ、ここでやられたんか、じゃあ、あれ違うやん、ちゃうやつおるやん、通らしてや、通れへんのやよ、おおおおへなんでやねん、おい、もうやっぱこっち側からぐるって回ってけってことなんかな一旦そのルートで行きましょうか。前一回それで行けたはずやからね。いや、ちゃうわ。むしろ、水門側から戻ってけばいいのか。
お地蔵さん。こんなでも遠いところ。初めてのワストトラベル。ここは、あ、カカシさん、で、なんか売ってるやん。びっくりした。カカシさんが壊れちゃった。直すことできないかな。あれ、意外となんかことが進む。カカシの材料になるかな。頭蓋骨。棚田のカカシが壊れた時に中から出てきた人の頭の骨。とても偽物には見えないけど、なんでカカシの中にこんなものか。直せんのこれ。バラバラに壊れちゃってる。ん？あと3個の部品がいりそう。そうなんや。ってことは、一旦、スルーでいいんかな？3個の部品。頭蓋骨が3つってわけじゃないよね。あれ、どいてください。さらにどいてください。この辺はでも全然ガラスいるだけでお化けおらんし楽やな。もうすぐ学校の方に。これで、はい、戻ってこれると思うけど。てかこんなにゆっくりしか歩けへんのかな。さっきみたいな目閉じてて避けられへんパートみたいなの来ると結構厄介なんやけどな。10円ばっかり。前なんかさ、東側のフェンスがまだ修理できてませんみたいな、そんな読み物を見たのよな、確か。ブブ。やからてっきり東に向かえば学校に入れるかなって思ったら、気づいたら水門まで行ってたよな。東じゃないのか。どっちが北とかわからんもんな。何これ、ただの植物。あ、前いたっけお前。こんにちは。目閉じて。ゆっくり。歩道は安全。そう信じている。はい、ダッシュ。バス停関係ない。なんもない。おお。やだやだやだ。どっか行って。あぶね。あいつはいたな、前。はい、今。はい、今。これや。これを見て。あ、ちゃうわ。道路工事のため通行止め。これじゃないのか。なんか。うわぁ。あいつや。ここの。これや、これ。あれ、この辺じゃなかったっけ。なんか今は修理してて入れませんみたいなの書いてた。ん？ん？気のせいか、俺の記憶違いか。あ、これや。校舎東側のフェンスは夏休み中に回収予定。危険なので手を触れないようにって書いてある。で、東側っ
って言うからって思って俺あっちの方行ったのよな、多分な。そっちじゃないのか、東が。こっち？うんふん。ぐるーっと、まあ学校の周りを、学校の周りを回っていけばどっかから入れるんじゃないのって思ってんやけど、でけえのいるな。通りまーす。はこっちかな、ここかな、これはこの扉、こっち側かな、わかんない。了解でーす。あ、横通ります。あ、これは、どこに向かってます？これまた、こっちも学校じゃないとか。あ、そんなパターンある？セミが気になるな。ほら、あ、やかましいぞ。またこういうところであれか、ほら、関係なかった。開いてるっぽい。ってことは、こっちが校舎の東側ってこと？どう見たらいいのよ。どう見たら、あ、入れる。フェンスに穴が開いてる。頑張れば通れそう。通る。やっと入れた。あ、しかも窓開いてる。ここあれやね、体験版で多分来た感じの学校やから、多分こっから入るんじゃない？ちょっと高くて届かないや。脚立を探しに行けっていう感じやね。倉庫に使えるものがあるかもしれない。倉庫によう行こうとするな。お地蔵さん、お供えしとく。ここはファストトラベルは？あ、できる場所やね。よかった。オッケー。これでじゃあ、ようやく学校に入れると思いますので。あ、今度こそ。次回、学校に潜入していきたいと思います。嫌やね、でもね、夜の学校ってね。それではまた。よろしくどうぞ。